こんにちは、キックンです。今回はテンポの変え方と変拍子のやり方をお伝えします。実はテンポの変え方というのは前のガレージバンドの使い方の動画でお伝えはしていたんですけれども、ロジックバージョンということで、それも改めておさらいしつつ、前回やらなかった変拍子のやり方っていうのをしっかりとこの場でお伝えしていきたいと思います。でまずやり方としては、ここのグローバルボタンっていうのをクリックをしてください。このグローバルボタンね、クリック。そうするとメニューがたくさん出てきます。ちなみにキーボードの G ボタンを押してもこのように出し入れが簡単にできるようになっているので、これもぜひ使ってみてください。でできるだけショートカットで、ね、操作することをお勧めします。では次にテンポの変え方ですね。テンポはこのテンポトラックって書いてありますよね。このテンポトラックのところにこうチェックを入れてあげるんですよ。例えばね、こう鉛筆モードにしてあげてこうねクリックをするとポイントができるんですよ。わかりますか？まあ、もしくはまあこれね、トーンってクリックしてあげてもまあこのように点ができるんで、こう変えてあげるとほら変わりますよね。でそこの下のここ斜めにね、こう滑らかに変えることもできます。この角のポイントの点をよく見ていただくと、この角のポイントの点を掴んでいただいて、ちょっとねドラッグするとほらちょっと滑らかにテンポが変えられるですね。これも要チェックですよね。かなり滑らかですよね。ほらこんな感じで好きな形にしてあげましょう。再生すると雰囲気がねちょっとずつ変わっていく。テンポほらテンポ変わってるの分かりますか？このようにっていうのがテンポの変え方ですね。一応ここの、形を複製することもできます。このように選択してあげて白い状態にしたときにコマンドを押しながら C、 そして貼り付けたいところでコマンドを押しながら V を押してあげると、このように、ね、何回でもこう複製できるので、ね、これも必要に応じて使ってみてください。そんなねテンポチェンジすることそんなにはないと思うんですけれども、一応こういう手段がありますよということ で、一応これをドラッグして選択して白い状態になるんですね。そしたらあとはデリートを押せば一括で消すことができるので、ぜひこちらも見逃さないでくださいね。ね、点をちゃんと消してあげるということです。これがテンポの変え方です。では次に変拍子のやり方をお伝えしますね。で変拍子はここ見ていただくとキー拍子っていうね部分がありますけれども、やり方はいくつかあって、まず例えば8小節目から、ね、こう4分の4っていうデフォルトものものを変えたいときには、ここでプラスボタンを押してあげると、ね、ここで4分の3とかに変えるってして OK してあげると、ほらこの再生のバーがあるところから、このように、変拍子を行うことができます。ここまだ4分の4だったのがズッタンタンズッタンタンってなってますよね。のように変えることができるんです。ちなみにこの鉛筆モードになっていれば、ね、ここでコマンドボタンを押すと鉛筆の絵柄になるので、この状態でクリックしても OK なんですよね。この状態でもできます。ちなみに1回変えたらその後全部4分の4になるので、例えばねここでちゃんと、ね、元が4分の3だったらちゃんとここからはまた4分の3って戻してあげた方がいい場合もあるので、これも忘れないでくださいね。1回4分の3って設定したら、もう曲の最後まで全部ブワーッと4分の3で、通すことになるので、ここだけ注意してあげてください。そしてあともう1点やり方があるんですけど、ね、またこの再生のこのバーをですね、ここ好きなところに寄ってってあげて、でここの上の部分、ね、この上の部分の拍子っていうところを、例えばねこの8分の7とか変えてあげると、ほらここでもちゃんと8分の7変わってますよね。ここの上のこのインジケーターのところでも変更ができるようになってますので、ぜひこちらも活用してみてください。テンポが変わる曲ってね、たまに作ってあげると大変面白いので、実験的に作ってみていただけたらと思います。ぜひこういった情報を日々アップロードしているので、ロジックも今ね、今でしたら体験版が約3ヶ月無料で楽しめるというアップルが提供してくれているので、ぜひまだガレージバンドしか持っていないという方はロジック試してみてください。ぜひチャンネル登録も高評価も合わせてお願いいたします。ありがとうございました。キックンでした。